ホコミック始まるよ。なんと今回は特別企画、一人暮らしでも餅つきですか、めんどくさくないですか。いやでも私は割とやってみたいですけどね。お米とお水、お椀があればできるってことですか。お椀とすりこぎ、すりこぎは100均。え、せいろがなくてもお米って蒸せるんですか。そう、今回はせいろないんで電子レンジでもできるレシピでちょっとやってみたんですよね。これでも美味しそうですけどね。とこのまま食べてもねもうここからはずっとこの作業ってことですよね。そう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 、もうひたすらつきまくる。これすりこぎにご飯が結構つくんで、お水を張ってで時々つけながらやらないと大変なことになっちゃう、うん、この時点でもうなんかおはぎの状態ですよね。そう、この状態だったらねおはぎなんでしょうね。だんだんらしくなってきたじゃないですか。らしくなってくるともうねつくのがもう疲れてくるんですよね。地道な作業ですね。地道な、見てたら面白いですけどね。いやでもそもそもここまでしてやんなきゃいけないものなんでしょうか、一人でお餅って。そう、でも機械もなくても臼と杵がなくても一応できる。つきたてのお餅ってことですよね。おお、そうか、つきたてのお餅餅ですよ、もちもち。おー、好きですね。いい感じになってきてるじゃないですか。もちです。おー、完成完成完成。おー、 ちょっとね、柔らかかったですけどね。でも、買った方が早くないですか。楽しみたい人は自宅でもできるよっていう、美味しい餅を食べたい人は買う、はい、そうですね。ですね、私たち株式会社六星は、農業法人ですね、として、米の栽培、それから、そのお米を使った例えば餅の、加工、それからここのまさにこの店舗ですね、店舗事業とか、いわゆる六次化っていうのを、中心にやってる、農業の会社です。はい。大きく分けて、4つあります。でまず一つは、使っているもち米なんですけども、これが私たちが栽培した地元の白山餅というもち米を使っています。二つ目、これは石川県の昔から の製法なんですけども、お餅に塩が少し入るというのが大きな特徴になっています。で結構全国、見ていただいてもですね、お餅に塩が入るというのは非常に少ないので、そのまま食べていただくと、少し塩味をするというお餅は結構珍しいのかなとは思います。で、もう一つ三つ目なんですけども、紅白のお餅ですね。で金沢地方といいますか、香川のこの地域では、鏡餅ですとか、あとはお雑煮のお餅ですね、紅白のものを食べたり飾る風習がありますので、この辺は非常に珍しいと言いますか、全国の方に見ると可愛らしいとかという形で非常に好評いただいています。4つ目につきました、キネ付き餅であるということです。機械ではあるんですけども、こうぐるぐる混ぜる製法ではなくて、こうキネでしっかりつく製法で作ったお餅になっています。そうすることによって、お餅に粘りだとか、コシとかが非常に出るお餅になってますので、よく煮たら型崩れしてしまったとかそういうのはなくてですね、しっかり食べていただいても、味をしっかり楽しめる、そういったお餅になっています。はい。これも諸説あるんですが、もともとはと言いますか、加賀前田藩の殿様に鏡餅を献上するときから紅白だという言われがありまして、もともとは、下が赤、上が白だったんですけども、お殿様に献上するときに同じものじゃまずいだろうということで、今は逆になっているというのが言われの一つではあります。ただこれも本当諸説なので、本当にどこまでそうなのかというのはちょっと僕らもわからないです。はい。